おはようございます。ティラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。睡眠の話になるんですけど、まあ寝れる日と寝れない日がめちゃくちゃなんかね、分かれてんの。今日はちなみに寝れてない日です。寝たいんだよ。でも目をつむるとさ、なんかブワーってなって、これ前も言ったな。全然寝れないやつね。寝る秘訣募集してます。眠っても1時間ぐらい目が覚めることを繰り返すんで、もうおじいちゃんですよね。そう考えると介護職で思うんだけどさ、入居者がずっと寝るって実はすごいことなんじゃないかって思います。よし、じゃあ今日はちょっとね、新しいモンスター使ってみましょう。行ってみよう。皆さんはこのパーティーご存知ですか？ホースレジオエビルブリスト祈祷師。これ何かって言いますと、24時間生放送の時に死ぬほど使ったパーティーです。さあ、 DLC レジェンドクエスト4のね、 S ランクを取ることで使えるのこのエビルプリストね、実はもう24時間放送の時にね、もう頼れる、もはや倒れる相棒まであるからね。そう、あまりのねその便利さ、レベル上げをする時の時間があまりにもその苦行で、同じボタンを押し続けるだけで勝つっていう状況下をね、作るためにこのエビルプリスト採用してました。そしてお供はね、もう呪文しか使わないっていうタイプの2体です。そう、お供はあのホースレベルと祈祷してる両方呪文のね、2体なんで、まあ正直ね、また小学生みたいなパーティー行くんでんじゃねえかティラみたいな感じがありますが、まあ今回もね、ちょっとコンセプトありますんでね、許してくださいということでよろしくお願いします。てか、なんだなんだ、向こう人型とか思ったらカブトこそ昆虫じゃねえかよ、あいつあいつだけ昆虫だぞ、なんか。さあ、祈祷師エビルプリストがね、一応マスターラブスキャン全員してありますが、HP が2100とかなり低めとなっております。まあしゃあないですよね、これは。てか今魔法トーンかかったら、いきます、魔力アップいきます、いくぜ。おい、魔力上がる瞬間を見せつけた。ほい、魔力上がった。魔力上がる瞬間、さあ魔力上がりました。ここからね、祈祷師が、これ魔力の魔導士の杖あるじゃないですか、魔法使いの、あの魔力上昇ってすごい使いやすい技なんですけど、まあ、それをね、モンスター版ということで行きましょう。魔力アップからのイオラー、うわー出たー。さあ、やる来たー。24時間配信の時も散々これ使ってました。2ターン目に魔力覚醒、行きましょう。ムーン魔力は可愛い。さあ、魔力暴走入ります。ここでね、魔力暴走によってね、あの魔力アップからの魔力暴走なんで、ものすごい火力が出ます。あ、こいつは使った後だからね魔力アップ使った後です。こいつ行くぜ。おおすごいことなっとるけど、魔力アップしてないのにとんでもないダメージ出るけど、魔力アップしてないのに、魔力アップしたホースベルトはエビルプリストで全てがかかります。とんでもない打点が出ると思いますけどね。まあここで小話でね、あのホースビーやエビルブスが止まるとね、僕はね、やってんなという編集をしないといけないんで、やめてくださいね。はい、なにこれ、いけエビルプリスト、いけ、攻撃いきます、攻撃貴重な攻撃シーンやめえや。さあ、今度こそちょっとね、魔力アップの力を見せようと思うんで、よろしくお願いします。太陽ロ魔力アップ太陽ロ、もう魔力アップ太陽ロじゃねえか、それはさっき何あれ、さっき何なのあれ、すごくない、ちょっとパペットモンスターそんな強いモンスターだったっけ状態異常がさ、3体とも成功するってなかなかないよ。麻痺だの魔法トーンだのさ、あんなんなかなか見られない光景ですよ。まあ、ある意味動画としては入るんですけど、ちょっと勘弁してほしいんですよね。いくぜ、いいよな、来てほしい、せーの、いいダメージ出んな。これで通常でこれだからね、いきます、魔力アップ、魔力上がります、魔力上がる瞬間を見せつけます、いきます、いくぜ。おい魔力、おい魔力アップこれアップって言い方なんだエビルプリスト思うんだけどさ、何魔力アップって、魔力上昇でよくないっていうね、そこなんで魔力アップなのっていうね。基本的に祈祷師に集中するんじゃないかな、怖いな、これパーティー的に。そうだよな、ね、祈祷師に集中するよね。打撃耐性を唯一ね、あの有していない祈祷師が一番狙われるんで、回避率を上げてあるはずなんですけど、ね、ちなみに何回エビルプリスト受けましたさあ、魔力アップからね、メラミです。これでも普通にいい火力出るからね。さあ、次ムーンブルクやるからね次やるからね次ムーンブルクやる、うわすげえな。
さあ魔力アップ、魔力覚醒でいきましょう。今度こそ。さあ2度目の正直になるか。いやさすがに一押しが残ってます。一押しの魔力アップからの火力に期待ですな。さあ魔力アップムンブルクこの動画ムーンブルクあんま輝かんからね。強いカードなんだけどね。めっちゃ強いカードの割にはさ、全然ね、なんか輝かない日本問題でさ。悲しくなってくるわ。なんかこっから通行されないで負けたらどうしよう。おい、怖いな、なんか。耐久切り、来た魔力アップからイオラ、いきます。耐久を爆発するイオラ、セーロップちょっと待ってくれ、すごい。すげえことになってたぞ、今。何今、300出た。300出んだけど。まあ、こうなったら大丈夫か。エビプレストさ、メラミで決めちゃったよ。メラミ、メラミ、メラミ。よし、来た！よし、行くぜ行くぜ、このメラミの捉え方。あ、いいよ、首回して、はい、よいしょっと。うわ、1027ってこう。4桁出た。お、大魔王だ。やった、続くぜ、この動画。大丈夫か。HP2270 しかないけど。HP2270 しかないんだけど、なんか大丈夫かな。お、魔性の悲しいな。いや、マスターライアスの捧げに来たが。いや、相手としてはめちゃくちゃ悪いんだけど。なぜか上司が、復讐しに来るこの瞬間。さあ、問題はここからです。これ、ドルマゲスってさ、ひどくない？なんかさ、この先ラプソーンだとしたらさ、めちゃくちゃ相性悪いんですよ、これ。よく考えたら。パーティー的に見りゃ。こういう時は止まらないのね。なんか、ホースビー避けとったしな。これちょっと厳しいな。打点が出ない。正直言うと打点がラプソーンの場合全然出ないよ。賢さ高い奴らだから、ドルマゲスのラプソーンって、呪文はすごい相性悪いんだよな。どんぐらい出るかな。うわ、ここ食らっていく。ここはしっかり全部食らう。全然効かねえわ。全然効いてなくて草なんだけど。ドルマゲス悲しいぞ、お前。さあ、呪文がどれが効くかが見物ですね。イオラ。どうだろう。250ぐらいと思うけどな。イオラ、せーの、ドン！あー、まあ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 、よしよし。まあ、これな、通るか。ちょっと厳しいね。これ本当に魔力アップからの削り切りの方がいいかもしんないというレベルまであるからな。はい。え、嘘でしょ。効果抜群だ。240はちょっと切ないって。さあ、お前もメラミだ。いけ。いくぜ。首を一回回す。このね、歌舞伎な感じよ。うわ、いや、お前もめっちゃ出るじゃん。で、ここ光の玉して、光の玉して、そう。先の魔王が何かわからんでな。魔力覚醒、せんでるってのは、意外といい情報かもしんない。勇気をある程度貯めておいて、最速で、もう削り切った方が、このパーティーはいいかもしんない。耐久が足んないもん、全然。このパーティーで大魔王いけんのかって話だけどな。さあ、イオラを撃っていく。せーの。いいよ。いい、いい、いい。で、これで、一応、これ一応倒せば進むか。次の大魔王大事だぞ。下手するとさ、2パンで終了やでな。よし、突破！ここ突破！まあまあまあね。これは勇気を先に貯めておいたんでね。さあ、これ魔力覚醒とかを使ってうまいこと持っていけば大魔王、かなり早く撃破できますね。うわー、怖えー。あ、通常か。あ、通常か。通常か。なんとも言えないのが来たな。ただ、こっちが打点を取りづらい説はあるなぁ。いきます！こっちが、ドルマだのなんかイオラだのが全然効かないからね。で、1ターン目からいきます。2ターン目にテスカードを考えると、ここでやった方がいい。で、最悪エビルプリスト先制してくれ。で、魔力アップになればいいから。ここから、まず、ドルモア、オッケー。このターンはね、最後キャノンだのね、そういうのはないから。ドルモアの耐久ミスやれ。ドルマは大丈夫でしょ。賢さだからね。さすがに大丈夫でしょ。あー、はいはい。エビルプスコット。なにこれ。いきます。マリコアップ。まあ、仕方ない。ここは仕方ないか。ここは仕方ないな。うん。二択は外してしまう。まあまあまあ、でもいいでしょ。一番先制するっていうのは、祈祷者やホースビルがその分火力出るからね。魔力覚醒から見せてやれ。魔力覚醒、魔力アップ。いいよな、いけ。祈祷士。耐久が爆発するー。せーの。うわ975。いいね。オッケー、ドルマ、暗黒神にドルマを打つな。暗黒神にドルマをぶつけるなよ。うわぁ、めっちゃ出た。よっしーよー。これなら、いける。これなら、
次のターンイテハじゃなければ勝てるぞ。次のターンにイテハで、うこれいける、これはいける。さあ魔力アップ入りました。はい、お用途出んの、すげえなお前。あでもこれ凍てつ稼働されたらあの勇気たまんないね。まあ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 、もうここまで来ると削り金のラインはもうすぐに行っちゃったんで、すぐに削り金のライン行けたのでかいね。さあ1回の、あ勝った、勝っていく。てか来てほしい思ったけど、お前ギラでよかったんだな。てかまあまあまあ、もう行動済みなんでもう関係ないっすね。勝った、おめらみよく呪文パーティーで勝ったな。ミリプリストとマリコ覚醒様様だなやった、まあ、白目とはいえね、いやよく勝てたなと一戦目のあれは何だったんでしょうかね。さあ行きますか。エビルプリストといえばそう、魔剣士ピサロシネイデスピサロっていやシネイデスピサロは違うね。エビルプリストの、ね、策略によってね、デスピサロはねこういう風になりましたからでもどっちかといえばこれピサロだからな、デスピサロではないんだよなま、何はともあれ勝ちは勝ち勝てば官軍やったいやエビルプリスト火力爆発力がやばいね。これやられる前にやる敵なんかできてるね。すごいすごい火力がある。さあ一世一代の大勝負見てくださいよ、相手の呪文をやばいの出てきてんじゃねえか、右やばいことになってるって、右がやばいことになってんだっていやでもさ、ああいうこういう相手のパーティーに対してはさ、勇気をため切る前にさ、こっちが火力で押せるのではっていう理論でいきたいと思います。というか普通この対面はですね、マジックマリを使うはずなんですけど、まあここは光の玉でね、そう向こうは2ターンで勇気をため切ることもできるという基地パーティーですよ、言うてしまえば。こっちは2ターンで仕留めることができるという基地パーティーなんでね、はい、2ターンバトルをやりたいと思いますんでよろしくお願いします。扇風剣です。2ターンバトルになりませんでした2ターンバトルにならなさそうだな、こりゃ扇風剣だもん。オッケーさあどっちが勝つか、火力が勝つか勇気が勝つだよさあイオラから動いていく。まあ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 、次のターンに丸覚醒入りますんでね、普通マジックバリア使うなー。でもこの対面見たら俺だって絶対マジックバリ使いたいなと思っちゃうもん。あーいいムーブ入ってんね、ちゃんとメラミイオラマリックアップ、次マリック覚醒やばいな、ジャイアントキリングできんじゃね。ジャイアントキリングって何さあ向こうは2ターンで勇気をため切る鬼畜です。滅4刀流でも向こう転職カッターもしてないね。さあ4刀流、いや雑魚いなあ。でも2回動いたな、ここ2回動いていく。さあ相手を滅殺、うわーい強い、ここで意地を見せていく魔法使い。マリックアップ、いけマリック上がる瞬間を見せてやろうじゃないか、いくぜマリックアップ。おさあ次マリック覚醒いきましょう。さあ向こうはね2P チームは2ターンで勇気をため切ろうと思うんでワンチャン、でも鬼頭氏は絶対そうだよな、鬼頭氏は絶対そうなんだよな、鬼頭氏の関係上絶対テンションカウンター入るんだよな。おお避けるのでかいね鬼頭氏チーム。さあここにこうしておいて、マリック覚醒入れておきましょう。2ターンで仕留めるか、2ターンで勇気をためるか、2200を削れるか、 DPS チェック入ります。さあ行きましょう。向こうもワンチャン確かに勇気たまるね、あれ2ターンで本当にどっちを勝っても鬼畜だな。さあどうなる、2ターンで削れるか、あのパーティーを、あのパーティーをエビルプリースト次第じゃない。メラミ言ってたら本当に官軍レベルだよ官軍さあテンションカウンター来るぞ。さあ鬼頭氏のせいで絶対1回攻撃することになる、ここでジャイアントキリングできるかどうか、その前に仕留められる可能性もちょっとあるな。新ハイブサキリ、おーっとここでマジかマジか、これで2回か、やばい勇気溜まっちゃうよ向こう絶対、やばい向こう勇気溜まる、ううわどうなる、わからない、行くぜ、おい曲がる、曲がる瞬間を見せつけた、ポリポリ曲がった、マリク曲がる瞬間、マリク曲がる、メラミはメラミはわかんないわかんない、2200削れるかもしれん、ギラかギラじゃ無理、ギラじゃ無理わすごい出てるけど、メラミだったらあその前にやられちゃうこれなんでエビルプレストメラミ打たなかった、今マリックアップじゃねえんだよ、どうしてもマリックあがもうダメ
魔力が上がる瞬間を見せつけなくていいんだよ、終わっちゃったって。普通に負けてる。ちょっと待って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 、2ターンで決めきる決めきらない、おーい、ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。このまだまだこのゲームまだ終わんねえよ、終わってんだよな。あーあーあああ、待って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 、ねえねえねえ、魔法使い待ってよ、普通、おーい、ヒヤヒヤさせて嘘でしょ。1300いけます、ホースデビルさん。ホースデビルちょっと1300いってくれません、上から上から上から1200、上から1200出してくれない、いけー、うわーめっちゃ出とる方なんやけどさ、2ターンで勇気を食べれてるもん、あいつ、あいつらマジなの。エビルプリストスキャンしたらこんなんでできた。とどめ時期にエビルプリストスキャンしたらこんなんでできた。ねえ2ターンで食べるのはやっぱりゴミだっておめえ。いつやってもこのパーティーはおかしい。